いやあ、切なけいすけだよ。冴えない工事を目指す楽園の僕、続きからやっていきたいと思います。確か前回ね、お姉さんが大変だよ、大変なのみたいな感じで、大変なの少年みたいな感じのことを言われてさ、結局何が大変なのかわからんまま終わらされました。というわけで今回から第3話やっていきたいと思います。物語は全てフィクションでありっていう、いつも通りの長い文章、短い時間で読まされて、それこれ、それから数十分後、何からす、それからって何から数十分後なの？ふへー。大量にあったはずのロープがなくなるほどの盗賊たちを縛り上げたクリスは、一通りの作業をやり遂げた顔になっていた。通された男風から、豚の丸焼きのようなポーズまで多種多様に吊るされているちょっと釣り始めよう、なんか釣り出してから何人か釣り始めてからちょっと楽しくなり始めた感じそして最後の盗賊を考える造風の縛りをやって、とりあえずは落ち着く。むう、そろそろロープがなくなりそうだな。なくなりかけたロープを捨てて周囲を見渡してみる。あたりには気絶した盗賊の山、たくさんの気絶し縛られた盗賊たちの山。先に潜入した人は気絶だけさせて行くなんて、よほどの人よしか潜入のプロだろうな。意外と中は入り込んでいて、襲撃者の人も盗賊の盗目ともやらも なんて読むんだ、わからん調子に乗るなよ、こそ。仲間を気絶させたくらいで、昼間俺様ではないわ出たー。何か、こう、親分ずらしてるけど、結局、そんなに親分的なほどに強くないような喋り方のやつ。どっから聞こえてくる五号。五号って読むか、これ。読め方教えて、みんな。俺、漢字すぎるな、嘆きさ、これぐらいの漢字を読めない、五号ってどこなのか、どっちか、読め方教えて、みんな。冴えない生放送を目指す、切なけいすけ。いや、冴えた生放送が行きたい。冴えてるって、せっちゃん冴えてるって言われるようなコメント。せっちゃん冴えてるってコメントされるぐらいの生放送を目指しておりますからね、俺は。洞窟だから反響して聞こえると言っても、これは大きい。僕もゆっくりしていたらダメだ。これは急がないといけない。こっちの方かな。そもそもこれはどういう場面なんだ、盗賊って。盗賊のアジトに攻めに行って全員捕まえたところなんかな。耳を頼りに声のする方へと走っていく。あれだけの声だ。洞窟の中とは言ってもそこまで距離があるわけではないはず。そう思って進むのだが、そこにはなんと家らしい家。洞窟などというのに立派な家が建っていた。マイクラか。洞窟の中に家作るとかマイクラの話だ。何やこれ、マインクラフトだったの、マインクラフトのストーリーモードかこれ。感心して思わず扉周りを見てみる。なんということだろう。これは随分と立派な扉じゃないか。なんでビフォーアフター入るねん。これは作った職人さんも会心の出来だっただろうね。うんうんと分かったふうにうなずく。家らしいって家って家やん。まあ動物の中に家があるってこと自体がマイクラ以外ではあまり考えたくないところ、考えられないところですが。うわっ、大気でここまで来た時は褒めて認めてやろう。だがお前はここで俺様にやれるのだ。ああ、俺様様、そう言ってるやつは大体死ぬよ。やれるよ。どうしてこの俺様のフルメタルマッスル見て落ち着いたわけではあるまい。かっこ悪。俺様様、そう自分で、ね、自分のことをそう言ってなんか恥ずかしくないですか。どうやら先に来た謎の襲撃者と会話をしているようだ。しかし貴様には負けないという自信たっぷりの宣言とはよほどのバカなのだろう。ここは助けに行くべき。そうと決まったら頼もう。今コンビニ入った時の音聞こえてきたぞお前。いらっしゃいませって言ってくれよ。いらっしゃいませって出迎えてくれそうな感じになっとったぞお前。そんなんじゃないよな。そして固まる
なんでだって視線の先には、いやちょっと待て、それさ、2つ前ぐらいのパートでさ、バグでサザエさんになったやつやろ、お前。なんでサザエさんのままなの、バグ直せ、バグを。変態だ。そこにいるのは上半身は裸で、下半身は薄手の黒タイツを履き、ちょんまげで香りは、なんて書いてあるこれ。何集がしてある変態、やめて、サザエさん、国民的アニメキャラをさ、変態扱いするのやめて。どうしよう、僕初めて変態さんと会っちゃったよ。あ、いや、またおれよ。俺様どこが変態だと言うのかね。おかしらって名前になってる。おかしら？ちょっと待って、おかしらってなんか聞いたことある名前ですね。ちょっと待って。わあ、変態だ。じゃあ、おかしらって名前つけようって言ってさ、その、俺らのグループにおるおかしらなんて言っただろうね。おい、ちょっと待ってみたいな感じの反応したのかね。存在すべて何もかもだよ。このファッションが理解できないとは嘆かわしい。左手をこみかみに当て、信じられないという目でこちらを見ている。やめて、その目をしていいのはお前に対する俺の視線だけ。これはヤーパン伝統の勝負服なのだよ。そんな伝統は滅んでしまえ。どう見ても変態さんだし、君もそう思うだろ。え、ああ、というか誰だてめえ。誰だてめえはなんかご挨拶やな、お前。僕はクリスだよ。いや、そういうことじゃなくてだな、はあ、トルテだ。アッキントライダー表情になったが、すぐに名乗り返す。そのあたり結構いいやつなのかもしれない。トルテ、君は宝石を知らないかな。あ、宝石を取りに来たんじゃ。盗賊が持っとるという情報をつかんだとか、そういう感じかな。宝石なんてものはよ、見たことがなくても誰でも名前ぐらいは知っているものじゃないのか。そんなズバッと切られても、まずはどういった宝石なのか聞いてから答えてもいいじゃないか。確かに今の返しは悪かった。じゃあ質問だ、それはどんな宝石なんだ。ふふ、それはね、僕にも分かんないんだ。あんな解消しておいて僕にも分かんないんだって、済ませていいのかクレス君。はあ、わー、トルテがぶった。いや、ぶたりでもしょうがないよ。今のやりたいのは君の方が悪い気がするよ。僕はくだらねえバケをかますからだ。ほんとじゃ、今のはさ、ぶったって言ってもさ、ツッコミやけんな。ツッコミ的な意味でぶったんやけんな。新喜劇やけんな。とにかく普通の宝石じゃなくてすごい宝石のことだよ。両の手をいっぱいに広げて凄さをアピールする。語彙力のないような人のやり方だな、お前。おー、こんな感じでってさ、3歳ぐらいの女の子じゃないやから。すごい。うん、とにかくすんごい宝石。もしかしたらビームとか出せるのかも。発想が子供じゃないか。君は何歳なんだ。もしくは柱な男を倒すのに必要とかなのかもね。そんな兵器みたいな宝石があったら俺は嫌だかな。めいちゃん、なんでわかった、めいちゃんって。なんでめいちゃんってわかった。こんなにでっかいやつがいるの。トトロ。トトロね。そうだね、僕も嫌いかな。おい、お前ら王様のこと忘れていないかね。そういえばこんな変態さんもいたんだった。変態だったら覚えてるだろうが、印象的に。忘れてやるなよ。クレスはコツンと頭を叩く真似をしてごまかす。俺様は無視するんだと言ってるだろうが。ついに無事切れた。あ、これお頭って読む。え、まあいいや。読み方教えろ。あ、方向するとこちらに向かって突進を仕掛けてくる。やー。見た目はサザエさんやけど、どっちかって言ったら技的な意味ではさ、霊長類 最強のあの人みたいな感じなんだろうな。ずいぶんと野生に帰ったかのような攻撃ではあるが、同じ長身のトルテすらも超える巨大の突進だ。長身なんじゃトルテって。これをまともに食らったら体がバラバラになる。いや、それ以前に避けないと。そう思い行動に移ろうとしたその時、
うわ子供、女子供に手を出すんじゃねえよ。一言だけそう言うと、トルデは手を掴んでいない腕を使い、頭の首に手を当て、相手の左足を弾いて簡単にくるんと回す。ちょっとタイヤみたいな音したよ。タイヤが滑った時の落としたよ。ドリフト時な落としたけど、サザエさん足にローラーシューズを履いてたのかな。見事なまねの流れる過程にクレズもあっけに取られた見事なまねの流れる過程にクレズもあっけに取られた。そしてそのまま地面に頭から顔から落下するトウモク。ゲームオー。まるで魔法か何かを見ているような感覚。あ、これが、最近、なんかちょっと前に世に聞くスリップっていう魔法だな。スリップ最強説っていう言葉をなんかのアニメで聞いたような気がするな。相手はどう見てもトルテより大きい相手である。それを一瞬で倒してしまったのだから当然といえば当然である。しかし、当の本人は気にもせず、チッと下打ちをして、倒した相手のポケットを探っている。あ、ちょっと待って。何かあるんかね。盗賊の頭を退治した。トルテは五銭に手に入れた。わーおじゃねえよ、お前。そういう意味で触ったんじゃないよ。やめて、そういう考え方をさせるの。うん。カリエスイでもこれはないわ。わお、ダメ。そりゃダメだわ、お前。それ採用したらダメね。センスナイス。はい。もしもし。あ、これ、前回の終わりで、終わりのところかな、これ。ちょっと、大変よ。ん？さくらさん、大変って何が、そう、大変って何がって、俺1週間ぐらいも考えながら過ごしてきたんぞ。お前最後にさ言ってくれんかったけん、さくらさんが。驚かないでね、実は。さくらさん結婚するの？実は、はあ、第3話パラダイスオンアースへようこそ。まだ言わんのかい。結婚するだったはずの相手の男性が逃げたって、誰がです？味覚屋さん。あいつあんな上から目線のこと言ってたのに逃げたの。何が味覚屋だお前は。味覚屋やめて、もう逃亡屋になっちゃえばいいんだお前は。え、それ誰かが追放したとかじゃないの？え、いやーさ、やめたんじゃなくてやめさせたとかそういうじゃないの？違うの？え、あー、てかさ、企画やってさ、あの前回のパートでおったあのかかしのやつやぞ。あのやたら上から目線で主人公に対して圧かけてきたあいつだろ。何の活躍もせずにただただおらんようになったね。消してしまったとか。それはないわ。うっかりで起きても2回確認がいるんだから、声に押さない限り退席にはならないのよ。はあ。ってことはどうなるんです？実質解散ね。あの人結構実験握ってたの。いや、ストーリー考えよう。あの人やけん、あの人がストーリー考えかったら始まらない的な感じだったんかもしれんけどさ。解散、まだ何文字だよね。そうなるわ。これで終わったらさ、正直何だったんだって話だな、もう。まあ、私たちだけの判断でどうしようもないわ。親方にもとりあえず話して、3人で決めないと。ああ。とうとう胸に書いてあった死にたいだったっけな。死にたいって文字の意味が分かってきた気がする。そうですね。かかしのキャラクターの胸に書いてあったような。
まいったな、どうなっちまうんだ。どうなるも何もさ、まだ始まってがないっていうのが恐ろしいよね。そして3人か。知らない人に対して言うと、言うならば、これが主人公のキャラクターで、これが名前、今高坂宮跡ってネットの名前になってるけど、これがさくらさん、今の女の人ね。で、この人がさっき今言うた、親方っていうメンバーの一人で、今残り3人っていう状態です。というわけなんですけど、お兄さん説明を親方にもする姉子。親方は黙って目を閉じてそれを聞いている。多分ね。寝てるみたいな。寝てるかもしれないという疑惑が 5% ぐらいあるな、お前。ネット越しだからわからないけど、多分そう思ったんだよ。ふむ。このまま解散しますか？え！チームリーダーが抜けたサークルっていうのはね、まず代理になって見つからないのよ。あの人リーダーだったの？ちょっとあの人リーダーでよかったの？ちょっとそこが一番びっくりですって、あなたがじゃないって。さくらさんじゃなかったやん、リーダー。それに、引き継ぎとかそういうので時間を取られて作業どころじゃないわね。残念だけど、チームは解散。待った！なんで逆転裁判入ったん。まさかの親方、びっくりした。逆転親方や。もうこの人の名前逆転親方っていうぐらいか。あの人めっちゃ権力者だったんやね。もう権力のかけらもないようなアバター使いやがって。本当にそれでいいんですか。何その聞き方。本当にそれで納得がいくのと聞いているんです。そうだよな、私たちはまだ何も成していない、成していないというのに早々に諦めてしまうのですか。親方、少なくとも僕は嫌です。そんな後ろ向きな行動っていうのは。確かに彼にしてみれば自分の作った曲を発表できる機会が失われてしまうんだ。到底許せるものではないだろう。ダメだよな、そんな後ろ向きな方法ってのは。そうだな、親方、お前あんな上から目線のキャラクターの割には結構しっかりしたキャラクターだったんやな。お前、俺もせっかく絵の描き方が分かってきたところなのに、それを発表できる場がないっていうのはやっぱり嫌です。少年、それにこのまま終わったら BOE の名が悲しみますよ。楽園追放だなんてシャレにもならねえっす。よし、それなら継続していこうか。ふ、同じ釜の飯をいただいた中、せんべいで一つぐらいは何か仕上げないと。そうだな、じゃあさくらさんを女優にして AV でも作るか。ヤッホーイヤッホーイヤッホーウィヒーママミーと踊り狂う俺たち。踊り食いすぎるやな。いつの間にか仲良くなっているようで何より。うんうんとつぶやうなずく姉子。これが雨降って地固まるってやつか。しかしこれからどうすればどうしたらいいんですかね。えと言う姉子と親方。とりあえずは何のゲームになるかとは試合の人に決めてもらいましょう。あ、そのしまいシナリオの人がおらんようになったんじゃなかった。え、そういう話じゃないの。でもシナリオって言ってもどうするんです。誰かが代わりを務めるんで。それは一丁募集をかけてみようと思う。募集？ツイッターで。なるほど、募集。ネットで呼びかけるのだよ。ツイッターか。そんなんでいい人が集まるのか。ホームページ作って募集をするってことですか。確かにそれも一つの手段なんだけれど、こういう時は専用のサイトで募集をしてみるのさね。なるほど、餅は餅やって理屈か。確かにそれならある程度のシナリオが集まるというわけか。じゃあ早速依頼をしに行けば。落ち着いてください、まだ他にも重要なところがあるんですよ。重要？そっか、確かに
とても重要なことが残っているわね。重要なことって何？え？それは？極意と息を飲む。新リーダーを決めておかないといけないのよ。え？リーダーを決めておくのは結構重要なところなのよ。例えば今日みたいな募集をかけるの時にリーダーの名前を添えて募集を出すとかね。ああ、代表者的な感じか。ふむふむ。俺は責任者出てこいみたいなことになった時の責任者として出る役？そこまで大したものではないけれど、チームリーダーになるからにはやっぱり責任がついてくるわね。へえ。まあ、鬼は関係ない話か。入れて間もないペペやもんな、みたいな感じの感覚や。それでさ、リーダーに指名されたら、ってなるよな。じゃ、よろしく頼んだわよ。頭の上にポンと手が置かれる。は？ちょ、まあ、これから頑張ってね、新リーダー。落ち着かないとダメですよ、新リーダー。お前ら、リーダーの決め方は何か間違ってる気がするぞ、お前。ね、なにこれ、いじめ、いじめなの？違いますよ。だって俺なんかより、あの子の方がリーダー向きだろ。てか誘ったのこの人だぞ、お前。誘っておいてリーダー任せたみたいな、指揮を取ってくれみたいなことで言われてもさ、困るよ。それは困る。多分、高坂さんは比較的動きが柔軟なあなたをリーダーに置くことで、周りを見渡せるようにしたんだと思いますよ。何それ。その、なんか説得力のあるようなワードを並べてさ、本当にその方がいいんじゃないかって思わせてくるのやめて、親方。親方やめて。そうなんです。イエーイ！あ、これ絶対ごまかしてるわ。お前、そのイエーイでごまかせるのは JK ぐらいだと思うぞ、お前。それでごまかしてもらえるのは JK だけだと思うぞ、お前、お前。本当かな？ま、確かに初心者をリーダーに置くというのは、みじんもない愚策と言えるかもしれないわね。いや、愚策だよ。もうその通りだよ、お前。主人公をリーダーに置いたらダメな理由を、まあ、そのままさ、スパッと言ってくれてるやん、お前。だったら。でもね、私の方は、私の方でやることがありすぎて、リーダーもやったら、パンクを起こしてしまうからね。僕の方も同じくリアルの方が大優先な人なので却下です。お前、ここに来てリア充アピールするんじゃないわ、お前。どうせお前リアルじゃさ、ネトゲーしかやってないって話だろ、お前。ネトゲーは1日6時間みたいな、そんな感じの人間だろうが、お前。だから、実質俺ってこと？そうね。ですね。どうちくしょう！出た。これはもう、コウメ太夫並みの畜生ですよね。わかったよ。わかりましたよ。やればいいんでしょ。それでこそ少年よ。うむ。畜生！恨みをね、あぶずめじょら、読みにくい言葉を使うな。読みにくい言葉を使うな、お前。お、百人一首かい？恋に道なむ、なこそおしけれだったかな？合ってます。まあ、私がサブリーダーになるから不安の要素は幾分か少なくなるでしょうよ。いや、お前サブリーダーになるぐらいだったらいつのことさ、メインリーダーになれよ、お前。だといいんですけどね。まあ、なるようになれですよ、お前。なその言い方はさ、どうにでもなれみたいな感じの言い方やめろ、お前。押し付けておいて。うへえ。とりあえず人材募集要項とかを書いていこうか。人材募集というと、当方ボーカル志望みたいな。それは明らかな地雷ですね。じゃあニコニコ笑顔の絶えないサイクルです。やる気のある方、当サークルで一緒にエンジョイしませんか。なんかそれ会社みたいや。みたいな。普通の紹介なのにふわふわして、なぜかブラックな香りがする典型的なダメサークルじゃないか。確かに。やめとけやめとけって周りも注意したくなるサークルすぎる。ふむ。真面目に考える気あるのか。真面目ですよ。少なくとも初心者にリーダー任せるお前らよりは真面目ですよ。心の本音。
仕方ない。簡単な募集の書き方を教えよう。わあ、じゃあそのままやれや自分で。この中ではそう思っている。何この大学みたいな感じで。何大学の授業が始まりそうな感じになってる。押し付けといて怒られる主人公、わら、かわいそうって。もう主人公の扱いでやる。もうなんかこう見たらさ、もうがぜんこのカエルがさ、あの薬局の入り口のところあたりで立ってそうな感じに見えるよな。まず最初に書くものは自分の種族、代表の名前、自分のハンドルネームね。これを書かなかったら送る方もどう読んでいいのか混乱しちゃうから必須になるわ。先生、あなたの作戦目的と ID を聞かれた時はどうしましょうか。正義、仮面ライダー2号とでも答えておきなさい。適当やなお前。そして何を募集しているのか、メインで最も重要な箇所よ。まあ今回の場合はゲームシナリオライター1名の募集だけだから難しくはないよね。今回募集するのはシナリオライターだけなんですか。確かに他になんか募集しといたら後々なんかあったりするかもしれんが、背景とかを募集するのもありとは言えばあれなんだけれど、シナリオがない以上は背景の人を頼むっていうのもね。あ、それはそうか。時代背景点が近未来とかさ、昔とかそういうにも関わってくるもんな。なるほど。それに今回はフリー素材で十分だと思うし、万が一必要になった場合はどうするかをその時に決めましょう。はーい。いや、このさ、周りをまとめる感覚、お姉さんの方がめっちゃリーダー向きやん。でもシナリオ1名って普通1名だけじゃないんです。作品規模やジャンルにもよるのだけれど、実は1名だけじゃない場合が多いのよ。例えば1キャラのシナリオを1ヶ月かけて作業するに対し、3人分キャラが必要で同じような量速度と維持したまま書けると思う。確かにちょっと難しいかもしれませんね。そういったこともあるから複数いた方がいいということもあるのよ。もちろんこれは絵にも言えることよ。ただ文章の場合はよほどの下手か読む方の目が肥えていないとわからないのに対して、絵はねどうしても落差が出たりとかするから、プレイヤー側嫌う人もいるわね。確かに。ああ、某ソフトとかでよく複数の絵描きを使ったりしてますね。それがどこのメーカーだとは聞かないことにするけれど。まあプロでもそういったところがあるってことよ。ふむふむ。昔手伝ったゲームは絵師が途中で逃げてしまってラフ絵とイベント CG だけ残しておいたから、私がラフを線画に直してあげて、その時のシナリオも兼任していた代表者さんが色を塗って完成したってことはあるわ。それいいんですか。私の名前じゃなく逃げた絵師の名前で載せて公開したら、公開1週間後にメールが来て、使うなやと言われたので公開停止になったとさ。めでたしめでたしとはいかないやつ。ダメだったじゃーん。企画の人かわいそう。その人結構なんて読むこれ、捏造みたいな感じ、何々しい人。それからは絵を学んで自分で描いて、まだゲームを作っているわ。へえ。さすがにプログラムまでは勉強したら何でもできてしまう便利屋になってしまうとか言ってたから、私がたまにプログラムとして制作を手伝ってあげてるわ。いい話過去棒かな。まあ超大作を作るわけではないんだから、気軽に1名だけでいいわ。そしてこちらの人数、別にそれっていらないんじゃない。人数とかを知らないと不安だって人もいるのよ。私も募集して入ってみたら、え、音楽シナリオの方が入るの待ちですって言われたことが何度か。それってその人何するためにそこにいるんですか。指示じゃないですかね。俺の言うことを聞けよ。まあ例に漏れずにその企画者は役立たずだったけどね。今副音声で何でもないセリフが聞こえた。副音声のマジック。どっちにしてもとんでもないセリフですけどね。
そして公開予定と報酬。報酬なんてあるんですか？そりゃあもちろん。え、何？お姉さんの体？お姉さんの体？え、それが報酬だったら俺今の50倍働きますね。ただし報酬をくれるゲームということは優勝ゲームだったりするから要注意。ってことは？それに見合った実力があればやってもいいんじゃない？じゃあ今は無理ってことか。実績がない人に仕事をくれるなんて甘い話はないってね。取らぬタヌキのなんとやらですね。なんだと？まあ脱線したけど、今回はフリーなのでウェブでの公開になり、そのために無報酬とさせていただきますとかでいいんじゃない？報酬を受け負うってまるでゴノレゴサーティーンみたいですね。やめて、ゴノレゴサーティーンなのにさ、すごいゴルゴサーティーンに見えてくるんですけど、うん、本じゃない？本人じゃない？むしろ傭兵みたいな感じ。あは、二人の考え大体合ってるわね。でも下手にお金が介入すると宿主と雇い主になって変な上下関係みたいなものができちゃうから、私はちょっと好きじゃないわね。まあ私の見解なんてどうでもいいから次に行きましょう。応募方法と締め切りね。方法はフリーのミアドを取ってそれを使いましょうか。それで相手の実力を知るために 何か作品を提出させましょう。提出？何でもいいわ。ピクシーブの小説だったり、小説サイトの自作小説とかね。なるほど。中途半端に下手なやつが来られても困るってことやな。それか、15KB 以内で何か小話を書いて送ってくださいとでもしておけばいいでしょ。確かに。それなら相手の実力も大体わかるし、変わった応募も少なくなりそうですね。そういうこと。締め切りは投稿日から2週間ぐらいでいいかしらね。そんなものでいいんですか？1ヶ月は長すぎるし、1週間は短すぎ。となるとちょうどいいのよ、このくらいの募集ではね。とりあえずは簡易だけど、今回は大体これでいいはずよ。じゃあこれをまとめて募集サイトってやつに出してきますね。はいよ。じゃあ俺はこれで、はい、さようなら。また会う日が来たらいいですね。バイバイ。というわけでリーダー初仕事、これをまとめてと。メールアドレスは20丸をアットマークに変えてと。できた。でもなんか硬いんだよな。なんていうの、ビジネス文書の例題みたいな。次回親方逃げる、デュエルスタンバイ。ダメだそれ。嫌だ、次回予告のやつや。お前親方まで逃げられたら困ったもんじゃないね。そうだ、ここは親らしさを添えて。よし、当サークルでは何を作るかどうの具体的なことはまだ決まっておりませんが、自分は作りたい作品があるというあなたの募集を待っています。よし、これで完璧だ。姉子に確認を取ってからにするかな。ブーブーって聞こえた。姉子はもう寝ちゃったか。あの人、そういやリアルじゃ公務員でしたね。朝は早いタイプかもしれない。ま、変なことは書いてないし、別に出しても構わねえだろ。ああ、それ後でブーブーってなるやつだ。今の効果音みたいなブーブーってがなるやつだ。しかも激怒されるかもしれない。大丈夫かな。よし、じゃあ寝るかな。というところで今回終わりにさせていただこう。さあ、このさ、勝手に応募するという行為がね、後々どう転ぶか、それを次回進行を怒られる。デュエルスタンバイ。これはありそう、これはありそうやな。この流れはさ、逆に怒られんかったらなんでってなる。ちょっと不利になってる気がするもんな。あとセーブどこだったっけ。これか。というわけでどんな展開になるか、来週またお楽しみに。
というわけで皆さん、今回ご視聴いただきありがとうございました。では、週上げ。